どうも、Kチャンネルです。だいぶね、秋も深まってまいりました。服装もちょっと秋っぽくしてみたりしてるんですが、今日はですね、ケータ的街角撮影術と題しまして、私が普段ね、撮影してる時どんなことをね、気をつけてるか、こういうことをやるといいんじゃないかなっていうようなことをお話しさせていただきます。カメラはね、今日はね、珍しくキャノンさん。キャノンの EOS Mark III でございます。古いよね。まあ一眼レフが好きなので、まあ一眼レフで、まあマーク4っていうのもあったんですけど、ちょっとこのぐらいのサイズの方が僕の手にはちょうど良かったのね。で、ついてるレンズは EF の 40mm、STM というレンズになります。開放 F 値はね、F2.8 というパンケーキタイプになってるのが特徴かな。で、まあこれフードはちょっとね、別のキャノンさんのね、製品じゃないものを使っています。はい。ちょっと富士通式になってるのがね、可愛くて。これどうしてもね、まあ前も紹介したんですけど、こう持ってる時に、前にね、レンズの前に指が入っちゃうってことがあるので、まあ、フードつけてる方が、特にパンケーキタイプなので、僕の手には良かったかなと思います。はい。じゃあ、まず最初にね、ポイントから解説したいと思いますけど、まあ、ポイントは3つです。まず、きっかけ。撮影する時のきっかけっていうのはね、まあ、いつも悩みますよね。何年やってても悩むことですけど、まあ、その話。まあ、その次はタイミングっていうのが大事になります。まあ、街で撮ってます。スナップみたいな街角って言ってね、街で撮ってますから、どんなタイミングでシャッター切るのかななんてことをお話し。その次にバランス。これ考え方、お話ししたいと思います。はい。では早速ね、きっかけから。きっかけはね、まあ実はまあ上にも書いてありますけど、何でもいいんですよ。撮り始めるきっかけっていうのは実は、あまり意識してそれを探しすぎてると、もうそこで迷ってしまって時間ばかりが経ってしまうので、何でもいい。で、大切なのはレンズの目になること。普段目で見ている。ね、状態ではなくて、レンズを通したらこういう風に見えてるはずって、レンズでどう見る。例えば今回は 40mm っていう、このね 40mm っていう画角を使ってますから微妙ですよね。 50mm っていうのがよく標準っていうの、まあこのカメラフルサイズですから、ちょっと画角もフルサイズのね、焦点距離でお話しさせていただきますけど、まあ、よく 50mm っていうのが、まあ、なんとなく目で見ている、片目で見ているのかな、両目で見ているのかな、違いますけど、まあ、よく片目で見ているので、ぼーっとした感じで見ているのに近い画角なんて言われます。で、まあスナップなんかやられている方だと、ちょっと広い 35mm がね、俺の標準だよっていうような方もいらっしゃいます。ちょっと広くなってラフに使いやすい、まあその中間がちょうど 40mm。 最近ちょっとね、流行ってるような感じもしまして、僕の中でもこの 40mm ちょっと流行ってます。流行ってるので、まあ久しぶりにこう初めてデジタル一眼レフで 40mm 使ったのはこのセットだったんですね。で、このセットを持ち出してみました。で、撮影行ったのはね、横浜です。横浜に行って、まあ、大桟橋の方に向かいながら最初に見つけたのはこれです。な、これがきっかけね。なんだろう、大桟橋行ってる途中にちょっと脇に入ったところ。で、まあ、この日、この下のお店、お休みだったんですけど、そのお店の上の方のね、ちょっと小さい、最初草が気になったんですよね。気になって。あ、なんだろう。って思ってそこにレンズを。もうここからがスタートなんですよね。なんだろう、あれって思ったところにまずレンズを向けてみる。それをシャッターを切ってみる。で、そこから自分のタイミングを見つけていく。次、タイミングの話ね。で、タイミングっていうのは次を予測しなければいけません。カメラを構えて撮るまでの時間があるので、動いてる人がこう動くね。じゃあ、その前に構えていないとそのタイミングっていうのは撮れないので、予測が非常に大事。で、次に迷わないこと。ここで撮るなって決めたら迷わずシャッターを切ってみること。これ大事です。で、もう一つは迷わないことと同じなんですけど、諦めることね。自分が思ってて予想してこう来るだろうな、こうなるだろうなと思ってても、ああ、ちょっとタイミング合わなかったよなと思う時でも押す。諦めて押す。そうすると意外と考えているより撮ってみるといい感じのタイミングに、ね、なっているところがあります。はい。で、まあ、大桟橋の方にね、向かって歩いてるときに、まあ、後ろからね、人が来たので、まあ、その方々に抜いていただいて、で、その方々が歩いているタイミング、どのぐらいの位置に来たら撮ろうかなっていうのを決めといて、まあ、撮ったのが、この一枚に。まあ、タイミング撮るときは、やはり決めておくって大事ですね。歩いてる人、ここまで来たら撮る。まあ、例えば次なんかは、まあ、この日ね、ちょっと曇ってたので、モノクロ撮るのはちょっとね、しんどかったんですけど、まあ、そのままモノクロのまま、特に空なんか抜けるとね、抜けちゃう感じになる。雲がね、あっても抜けちゃう感じになるんですが、まあ、そこに鳥がちょっと入ってきたタイミングっていうのを撮ったのがこの1枚になります。ですから空見ててね、自分が撮る前の方ばっかりじゃなくて、ちょっと後ろ振り返ってみると、そうすると、あ、鳥飛んできてるな、じゃあここでまとめ撮ってやろうっていうね、ちょっと待って撮るっていう風なことをしていただけると良いかなと思います。
次はね、こういう人ですよね。やっぱり人が来るタイミングっていうのはね、いいですよね。入ってくる力、ネタ、力も出てきますので、まあその人が入ってくるタイミングで一応どうするかな。この日ね、ちょっと平日に行ったので、人は少なかったんですけど、たまたまね、いいタイミングで出てきてくれました。で、この時に位置も大事なんです。どの画面のどのぐらいの位置で撮ろうかなっていうのも大事なんですけど、その動きですよね。足の運びの動き。ちょうどこれ、まあ男の人の方が特にそうなんですけど、体がクロスしているようなね、開き方になっているタイミングなんですね。そうすると、かっこよく、体がね、すごく細く見えて、かっこよく見えますので、そんなまあタイミングの時に位置、画面の中の、ね、位置も大事なんですけど、その動きっていう人を撮る場合はね、動きのタイミングなんかもちょっと意識していただけると良いかなと思います。はい、次にね、バランスって。もうバランスっていうのはまあよくまあもうずっといろいろなんとか構図って語られてますから、まず皆さん決め落としをね、その今まであるものに当てはめようとされること多いんですけど、もうバランスはね、チャレンジすることが一番なんです。やってみる。悩んだらどうしようかなって悩んだら、昔あるものに当てはめようとするんじゃなくて、こうしたらどうだろう、こうしたら、ああしたらどうだろうっていうのを考えていく。で、そういう経験が積み重なると、その状態でどういうバランスを取ればいいかなっていうのは決められるようになります。ですから、まず自分の経験値をしっかりと貯めてあげる。経験、だその条件によってやっぱりどういうバランスがいいかっていうのが変わってきますよね。この日みたいに曇っている状態、晴れている状態でまたバランス違ってみますから、まあその辺を考えていく。で、この場合は、まあ真ん中ね、ど真ん中で切ったんですね。空と水平をど真ん中で切った。で、背景をできるだけシンプルにしたかったんで、アングルも下げています。ですからバランスによって自分の取るアングルなんかもこう選んでこなきゃいけないですね。選んでこなきゃいけないので、まあその辺も経験してみる前にまず試してみる。この高さで撮ったら、目線で撮ったらどうなんだろう。しゃがってみたらどうなんだろうっていうのをちょっとね、試していただけると良いかなと思います。で、次はね、まあ何のためにバランス取るかっていうと、その狙いを目立たせるためですよね。ですからこのバラボラアンテナ奥に行くとね、あります。3つね。実は3つあるんですけど、まあ3つのも取ったんですけど、3つだとちょっと間が抜けた感じになっちゃうかな。まあそこで2つだけに絞って取ってあげました。そんな風にバランス考えるときには、自分が狙ってるものがどうすれば目立つかな。そんなことをね、ヒントにしていただけるといいと思います。で、次はこう、向こうにね、氷川丸見えますから帰ってきてね、大桟橋から出てきて、こう、足の間からこう見えるんですよね、見える。場所があるので、そこを探す。その探すときに、まあ、いきなりこうカメラね構えてこういう感じでこう探される方あると思うんですけど、まずはやっぱり自分の目でね、自分の目でしっかり探して、自分の目でどこから覗けばいいかな。で、その時に両目で見ているとレンズの目にならない、立体的に見えますから、片目でこうやってね、片方の目をこう押さえて探してあげる。これがレンズの目になるっていうことに一つ近いかなというふうに思っております。で、このピンポイントで見つけたら、そこで撮ってあげるっていうことをしてあげるといいかなと思います。はい。では次は、まあ、ホテルね、大きなホテルありますよね。まあ、もうだいぶ大桟橋から山下公園の前にある、ね、ホテルですけど、まっすぐ綺麗にこう、窓をね、出してあげるのもいいんですけど、まあ、40ミリっていう画角は、まあ、広角でもないし、標準でもない、中望遠でもないんですけど、その撮り方ね、バランスの撮り方によって、それを広角的にもしやすいし、望遠的にも、中望遠的にもしやすい。っていうのがありますから、まあこんなのも少し斜めからね、斜めから、真正面から向くんじゃなくて斜めから入ってあげて、窓をちょっと斜めにして、傾きをつけてあげる。そうすることによって、広がり、出てきますよね。広がりにね、つながりやすくなります。そういうバランスもね、ちょっと変えてみる。まっすぐ綺麗にいつも水平垂直、水平垂直っていうんではなくてね、変えていただけると良いかなと思います。これもね、さっきの、足の間からね、覗いたのと似たような感じなんですけど、木がね、ありますから、木の間からどうすればね、覗けるかななんて、これなんか結構高さ変えたりもして、ね、してますけど、その場、こう、うまくこう探してから撮ってあげるっていう風な感じでいいんじゃないでしょうかね。で、まあ次なんかは、まあ、ちょっと、大体7対地平線が3で、上の空を7っていう7対3ってよく言われるんですけど、そうすると安定感がね、非常に出ます。構図に安定感が出て、落ち着きやすいんですね。まとまりしやすいっていうのはあります。ですから、それでね、ついつい撮ってしまうんですけど、まあ、ちょっとあえてその、下の部分ね、2にしてあげる。大胆にね、やってみるっていうことも必要なんじゃないでしょうかね。やっぱりバランス考えるときには、いつもセオリー通りに行くんじゃなくて、大胆にね、ちょっと変えてみるっていうことを試していただくのが大事になります。はい。では次、まあ、こう、横浜にもタワーありますよね。タワー撮ったんですけど、
まあちょっと普通ですよね。これは普通で、まあ空も曇っているので、まあこれ空が晴れてたらまた気持ちよくね、すっきりした青空の中に塔が浮かび上がってきて、的にもね、イメージ変わると思うんですけど、まあこうやって曇天になってしまうと、もうほぼ空抜けてるような感じになっていて、まあ写真自体もちょっと間が抜けたような感じになってしまう。ですからそういう時は、まあバランスを変えるために自分が動くんです。動いて、こういうバランスを作る。上にね、木のところはね、さっき見えてた木のところまで近づいて、ちょっと近づいたんですね。で、木の間から上を木で押さえて、画面の上を木で押さえてあげて、その向こう側に少しね、塔の先の方が見えるような感じでまとめています。はい。これでだいぶ緊張感もね、上がってきます。基本的に画面の四隅に白の部分を少なくしてあげると、モノクロの場合緊張感上がりますから、まあそんなのはね、わかりやすいんじゃないかなと思います。はい。で、まあ最後、あれですね。まあ今バランスとタイミングって、タイミングとバランスか。すいません。逆になりましたね。タイミングとバランスって別々にお話してね、説明したんですけど、まあ別々に言った方が分かりやすいっていうのはあるんですけど、実はこの2つ、まあ両方一緒に考えない。その時同時にね、考えてあげないとうまくまとまらないんですね。絵としてはまとまりが弱くなってしまうということはありますので、まずは大体バランスからね、バランスから。で、決めていただけるのが良いかなと思います。はい。なんで単焦点レンズをいつもね、使うかっていうと、この、まあ、画角っていうのによっても変わるじゃないですか。そのバランスの決め方とか変わるので、やっぱりその画角を自分の目で、自分の感覚として覚えさせるためにも、単焦点レンズっていうのを使っていると、それが撮ってるうちにね、馴染みやすくなってきます。自分で感覚としてつかみやすくなってくるので、まあやって。で、まずバランスから決めといて、次の写真なんかね、これはバランスから決めといてあげて、人がね、ちょっと入ってるタイミングで撮った一枚になります。これなんかもね、ヒカマル。まあよくこのアングルはね、よく撮られると思うんです。皆さんもね、よく撮られる。必ず一枚はね、撮られる。で、まあこういうところにこう人がね、止まっていたり、見てたりする方がたまにいらっしゃいます。で、こういう止まってる人がいる時なんかはもうタイミングはもうこの人のタイミングっていうのは変わらないですから、ちょっとバランスね、追い込んでいけるから、逆にちょっと変えてみる。で、よく左右に動いてバランス変えることはあると思うんですけど、ぜひともね、前後にも動いてください。で、近づくことはよくやるんです。この人を大きくしようと思って、下に近づくっていうのはよくやるので、ちょっと離れてみる。離れてバランスを取ってみるっていうことを試していただけると良いかなと思います。はい。次はこんな感じで、ね、なんで、ベンチの手すりから覗いてみる。ここから覗いたらどうだろうな。そんな、バランスってどんな感じになるかなって、そんなことをね、ちょっと試して、タイミングをまた1枚になります。はい。まあ、こんな感じでですね、いろいろまあ写真撮るときっていうのは思い通りにいかないこととかも多いんですけど、こうやっていくうちに最初からね、バランスとタイミングと、っていろいろ露出性とっていろいろ考えすぎちゃうと、それでパニックになっちゃいますね。気づきと同じように、まずは一つずつやってみる。あ、見つけることから。あ、なんか気になったものにシャッターを押してみるっていうことから、始めてみていただければ良いのかなと思います。今日はですね、設定の話全然してない。まあ、モノクロで撮りました。モノクロの設定にして撮ってます。撮ってますね。カメラモノクロの設定で。で、絞りはね、これ絞り優先で使うんです。このレンズ使うときは大体僕絞り優先で、絞り 5.6 っていうのに固定してます。まあ、絞り 5.6 に固定しても、最後のね、ベンチの写真の手前なんかボケてたりしますよね。ボケてたりするので、まあ、自然な感じで僕も作りやすいですし、まあ、意外と使いやすいのかな。まあ、これも、どうなの？なかなか支柱にあるぐらいで、メーカーからはディスコンになってたかなぐらいな感じ。ちょっと古いレンズに、ね、なりますけど、今、いろんなメーカーさんからね、ミラーレスのレンズでも 40mm っていう画角のレンズ出てますし、ちょっと前に紹介した GR3X なんかもね、40mm っていう画角になってますから、ちょっと 40mm っていうの、まあ、ズームレンズでも 40mm 相当に、ね、なるところで遊んでみる。そんなことね、またやっていただきながら、こういう今回、紹介したようなきっかけであったりとか、タイミングであったりとか、バランスというのを意識して、していただければいいと思います。ではまた、皆様とお会いいたしましょう。